この答案の書き方やけど、まあ注意やけどな、まあ、俺ら的に当然数列って分かんねんけど、まあなんかこっからの距離の測ったり特定の1個だけ測ったら一応まあ数学でもそうですけどね、他全員で絶対言えてるって言えんのかいってことになる、つまり一般性がないってみなされます。だからまあちゃんと絶対一緒やぞ、M の値によらず一緒やぞっていう書き方をするために、まあきっちり M たす1引く M とかね、まあそういう風に書く必要がありまして、一応今回暗線感覚ではなく明線感覚として計算してますが、暗線であったとしてもまあ同様です。はい、 ML ラムダ計算したら、まあ M 消えて D 分の L ラムダやなと、まあいうことで計算が可能ですね。まあ言うてそれだけのことや、で、この一番の問題が、もうやたら暗線のこと聞いとるけど、明線でも暗線でも一緒、間隔がでかなる、小さなる、この結果を考察したら、たけし、はい、L を大きくしたら間隔はどうなる？小さくなる。こいつやで、これあ、でかくなる。法になるな、おい、デルタ X 大、つまり間隔でかなる、そういうことを言いたい。はい、次 D を小さくする。はい、検索。はい、デルタ X はでかなるか小さなるか。大きくなります。大きなるな。はい、それだけ。まあ出た式の考察問題が入っとるだけや、別に難しない。うん、はい、ここまで中山さんいいですか。はい、はーい。柏原くんいいですか。いいです。どうなってんですか。おもろいな、やっぱりと思って。なんで笑ってんすか、それだけ。はい、で、じゃあ次の2番ヤングの干渉実験、もう1問。いいですか、ヤングの干渉実験もう一問いくで。次の第2問、はい、カーまでは作業や、今までやったことを使って自分で穴埋め問題として解いとけ。いいですか、これ全員解けます、もう説明してるんで。はい、考察がちょっと丸 B だけ存在しとる。大体入試問題でも半分ぐらいはその実験装置とかそのことを聞かれるんで、まあ今までの知識である程度対応できますからね。ただ問題その後やな、一番最後の方にどれだけガチの考察問題とかがつくかということだけが、まあ実際の実践的にはポイントになる。はい、この一番最後、波長 4.5×10 のマイナス7乗の青色の単色光源と波長 10×6.0×10 のマイナス7乗の橙色 の単色光源を同時に用いたと。でスクリーン上で当然重なる位置が別になったと、まあいうことになっている。はい、この問題考えましょう。よろしいですか。今どういうことが起きているかっていうことを考えて問題を解いていきますね。うん、まああんまり時間もないんで、一応この式は使うので、ね、そのまま置いておきます。あ、ごめん、このまま置いとく言って消してもらったかしら。アホやな。大丈夫です。アホやな。え、そんなことないです。ほんまは？うん、はい。どっちや。はい、じゃあ行くで。で、ちなみに青、まあこれ波長ラムダ1としておきますね。明線の位置がちなみにどうなるかって言われると XM イコール、まあ当然 D 分のね ML ラムダ1の位置だとしましょう。うん、次と大ですね、この波長ラムダ2にしたとして、
名線のポジションが、うん、X 使ったらちょっと気色悪いですから Y にしておきますね。はい、まあこんな風になります。検索ここまで大丈夫やな。はい、波長ちゃうだけやからね。はい、うん、で今ここの値、ここの値がそもそも何になっているかというと交差になってましたね、等差数列の。はい、よろしいですか。今から僕らがやることは単純であり、はい、状況はこのようなものですよ。はい、まあ例えばまあ、ここまではね、まあ、白色光として、ね、来てくるわ、来るわけで、ね、まあ、いろんな光が混ざってるんけど、まあ、青色、まあ、橙色の光も赤い光も、まあ、こうやって来て、当然赤にとっても橙色にとってもここはちょうど経路差がゼロのポジションです。のでまあ最初のポジションってまあ変わらんなってことになるわけやな。ところがラムダ1が、まあ、今回 4.5×10⁻⁷ m であり、ラムダ2がね、これが 6.0×10⁻⁷ m であることを踏まえれば、じゃあどうなるかというと、まあ結局これって3対4なんですよね。うん、だからちなみに感覚として出てくる D 分の L ラムダ1 D 分の L ラムダ2、当然D と L 同じやからラムダの比で決まるので、こいつらもやっぱり3対4、まあそういうことになるわけです。よいしょ。つまり今、はい、赤の一次名線 X1、 はい、二次名線 X2、三次名線 X3、 四次名線 X4、 つまりこの3対4の3の方をポーッと変えていったとしたら、はい、こっちの YM の方は3対4を踏襲すると、わかる？カシャラ、はい、3、6、9、12やな。はい、うん、こっちは4、8、12として重なると思わへん？あ、はい、重なります。はい、今やりたいのはそういうことやったりします。つまり名線のポジションをまあ考えていくんやけども、まあ、こいつらの波長の違いから少しずれるんですよね。でそいつらがちょうど重なるのってどこやろって考えたら、 X の4次名線と Y の3次名線やなって考えられます。今僕らがやってるのは実はそういうことです、うん、はい、というのを今からちょっとやっていきますね。
M っていう文字を両方使うとちょっとしんどいんで、はい、X の P 字名線と Y の Q 字名線がちょうど等しくなるところを、まあ、俺らは調べろと言われたので、今、まあ、それを調べとけっていう式を作ったら、P、L、ラムダ1イコール D、Q、L、ラムダ2。で、まあ、L と D は両方におる境もこんなん消してもうたらまあええやんと、まあ、いうことから考えれば P ラムダ1イコール Q ラムダ2なんですが、はい、L1 でラムダ1ラムダ2、まあ、代入してもいいです、値があるので、ね、代入したって分かりますよ、うん、はい、で計算処理したらまあ3対4やから、これな、結局計算していろいろ削除したら 3P イコール 4Q って出ます。つまり 3,4 は互いにそうであるから P4 の倍数、Q3 の倍数なんですね。はい、だから P イコール 4K とすると、僕らが重なっている名線の位置は X 基準に書けばですね、はい、D 分のね、はい、 M ちゃうわ、 4KL ラムダ1ということになります、うん、重なっている面線は当然この K たす1の時と K の時の差ですので、まあ、ごちゃごちゃ言うてるけどな、あ、ここ測ったらいいんですよ、ちなみに言うと、めんどくさい式俺書いてるけどな。ただ一般化をして記述するっていうことをやったら、まあ少々面倒なったなってことでちょっと許してな。結局消えたら 4L ラムダ1という式が出てくるんですね。はい、であとは知ってる物理量っていうのを調べたってという話、俺ら調べたんてもう一回言うけど何かだけど、この4つ刻み、赤いやつは4つ刻みでしょ。つまり X8-X4 とか X12-X8 とか、そうすれば重なっているところの間隔出るやんっていうのを、まあ、一般化して書いたらこんな風に書かなあかんよなっていうことなんですね。でそこに、まあ、D の値が、まあ、これが 0.10mm やから10⁻³ としなきゃいけない。単位 L は 1.0m、はい、でラムダ1というのは、まあ、これが与えられた 4.5×10⁻⁷ ということですので、まあ、こやつから計算して差し上げましたら、まあ、終わりかなっていう問題ですね。はい、だから2番が 1,、ね、あの1、まあ、作業みたいな問題ではあるんですけれども、まあ最後の最後がちょっと考察問題になっているから、まあちょっと来た問題でこのヤングの実験の問題には触れとこうが、まあさすがにちょっと装置の概略だけ言って問題解きは厳しいので、ちょっと解説とかの話の解説はちょっとまだ今度にすることにして、まあ少し問題をやってみるということをやりました。はい、でまあちなみに、はい、3番がそのさっきの高炉差っていう話がちょっと絡んでくる問題ですから、まああのね、受験生諸君は3番も僕はやってほしいなと思ってますが、ちょっと初心者の人たちは、まあ、3番はまあやらなくていいと思います、ね、はい、で4番からの解説講師はちょっともう1回やらさせてほしいなと思ってますので、まあ、よろしくお願いいたします。